いやですね、このね、味は甘いけど、ついに来た元気の源、ゴーゴーカレー、濃厚ツイストカレー。金沢カレー、結局カツカレーみたいな味なのかなって感じですね。カロリーは1袋あたり175キロカロリーです。ちょっとゴリラのマークが気になって、これはダイソーで普通に売ってるものです。とりあえずね、食べたことなかったので開けて食べてみようと思います。では、愛のハチゴリ第3回ハチゴリグルメ、本日の商品はこれだ。なんとゴーゴーカレー、ツイストカレー、ゴーゴーカレーのお菓子ですね。ゴリラ、これね、ダイソーで売ってました。だから110円ということですかね。まあね、ゴリラのね、ゴーゴーカレーのね、ゴリラのパッケージだったので買ってみました。で、ちょっとね、封を開けてみたいと思います。切れないか、ハサミは手に入んないけど、結構器用に切れました。ではね、おお、これね、ツイストのやつだね。ツイストのやつ、なんかソースみたいのかかってる、まあカツカレーみたいな感じって書いてあったので、ツイスト。では、いざ実食。カレーっぽいんだけど、ソースの味が強いね。うまい。これね、辛くもなんともないね。味も、味はマイルドって書いてあるんだけど、見た目よりさ、見た目だって結構辛そうじゃないですか。ね、これ。味ね、マイルドだね。ほんとね、ソース味。ほんとにね、このお菓子、ツイストのお菓子に甘いソースをね、かけて、みたいな感じ。これね、子供のおやつにいいと思います。ちょっと酒のつまみには辛みが足らないので、まあ、小学生ぐらいの子供には、すごくいいんじゃないかな。俺だったらね、3歳ぐらいの子供でも食べれます。なんかね、カツカレーを乗せて、その上にはソースかかってるそうです。だからだ、カレー味かなと思ったんだけど、カレー味はほとんどしなくて、ソース味のお菓子です。ゴーゴーカレー濃厚スナックツイストね。でもさ、これ110円なんだけど、まあね、最近値上げがね、激しいからしょうがないんだけど、まだ1本しか食べてないんだけど、これね、あんま入ってないですね。まあしょうがないよね、でも値上げがすごいからね、今の時代。チビチビね、食べるのは、ね、もういいんじゃないかな。金額はね、値上げできないので、中身の量がね、減らされてるのかもしれないですね。でもね、美味しいですよ。やっぱさ、量食べるとさ、カロリー上がっちゃうからどうしてもね、健康に悪いから、まあ、
量を減らしてカロリー低くして逆にね健康にはいいんじゃないかなと思います。これね、うん、うん、うまいよ。これ小学生のお菓子だね、これはね。子供、幼稚園、小学生のお菓子かな。こんな感じでね、ソースせんべいって考えた方がいいんじゃないかなと思います。うん、普通にね、美味しいです。もうちょっとね、青のりとかね、かかって風味があった方がね、まあ、さらにね、ソースだからさ、ほらお好み焼きとかたこ焼きとかでね、ああいう味にするには青のりが入ってた方がもうちょっとね、コクが増して美味しいんじゃないかなって思うんだけど、まあ、コスパ的にね、しょうがないよね、これ限界だよね。ではね、今回のね、カレーツイスト、ツイストカレーね、元気の源です。こちらの評価は9点。なかなかね、いい点数です。子供でも食べれる、大人でも食べれる、平均点の味だと思います。ではね、今回第3弾のハチゴリグルメでした。続いてね、また第4弾があると思いますので、また皆さんね、暇な時に見てあげてくださいね。面白くないとは思いますけれどもね、まあそんなことは言わずに、どうぞ一つチャンネル登録もね、ポチってね、押していただけると、またね、楽しみが増えますので、皆さんよろしくお願いいたします。あれ、じゃあバイバーイ。よろしくゴリゴリ、よろしくゴリゴリ、チャンネル登録よろしくゴリゴリ、バーイ。I'm 85。今日は見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。またね、押しといてもらえると、またすぐ、ハチゴリの動画出てくるんで、皆さん、よろしく。Thank you. Bye.